こんばんは。おお、こんばんはって。はあ、疲れ様って。元気負けてますかって。また負けたんやけど。ほんと勝てんなったんやけど。俺どうしたんこれ。もう何連敗したん俺。ハケカットにマジで辛いんやけど。お前、かぐや様つけたんやで俺。3000円で。単発な。嘘じゃろって思ったわ。63% 入る台で、単発って。しかも100の時短も、ヨーヨードーンだよって。一回煽りが来ただけで、別に何もならんし。あーざすって。リーチだよって。貸し売りたくもなるっちゅうねん、こんなもん。負けたのかよって。解放させたい藤原初期はって。解放してよって。もう飲むしかねえんや。祝杯じゃない。悲しみの、もう、現実逃避の歌手。何も負けやって。まあ、かぐや様は3000やったけど、ファミスタ打って1万5000負けた。何も当たらずに。いやー、辛いっす。こんなんまで勝ってくる始末よ、もう、もはや。テーブル晩酌って。あーざすって。あと、ピリ辛高菜と、ちょっと高そうな焼き鮭ハラミ。あと、ポッドチップスですね。あーざすって。つら、マジで。ほんとつらいんですけど。怒りのおにぎりって。これはお茶漬けにするけん。焼き鮭ハラミは。ぶち込んで。パスタ茹でてよ。昨日やったもん、もう俺。自分でペペロンチーノ作ってマジで最近うまなってきたんやけど、俺。味付けも。普通に提供できるレベルのペペロンチーノが作れるようになってきたんですけど、俺。乳化もできるようになっとるし、なんなら。とろみついとるで。ペペロンマスターよ、もうもはや。香りもすごいよ。ニンニクたっぷりめに入れとるけん、俺。で、ペペも入れてるし。ペペますよ。そろそろアレンジよ。シラスとか入れてみよっかなって思ってる。タコとかな。コンビニに売り寄るじゃろ。タコの切り身とか。あれでもできんじゃねえかなってちょっと思って。シラスもある。明日の王座戦見るって。仕事やけど見る。もう明日伝説の日になるかもしれんけんの。将棋界が統一されるっていう。もう、次いつ起こるかどうかわからんことが明日起こりますって。ワンちゃん。前人未到よ。誰もやったことないじゃろ。八冠なんかそもそも。伝説よ。もう本当に。多分。もう怒らんで、今後、一生。タイトルコンプ。ありえんこと起きるって。まあ、どっこいって感じかな。そう、七冠で、一応全国統一したことあるんやけど、ハブヨッシャル先生が、過去。今回は八冠あるんで、それを統一したら、もう、もはや、統一されちゃうって。俺らが生きとるうちはないわよ、もう 100%。おそらく。号外出ない。8円でなんか買えるらしいぞ、瀬戸市に行ったら。もし買ったら、なんかが8円って言ったわ。で、高級牛肉が、なんか8割引きで買えるとか、なんとか。ああ、さすって。経済回るね、ほんと俺。なんだって近いから行ってみ。何かが8円って言おったと。大谷さんと藤井先生どっちがすごい。どっちもすごい。あ、答えは何かは分からん模様。俺もこんばんは。
大谷さんは大谷さんでね、ホームラン王とかなっとるしすごいと思いますって。匠先生は次回が熱いで、後手番強いらしいしな。で、タイトル戦の雰囲気にも慣れた。第2局目は相当楽しい。竜王戦第2局になるじゃろうって。藤浪はって。誰？競艇の峰はって。峰なんか一回落ちたろ、あれ。A 級から。なんか不祥事起こして。全くない。競艇嫌いやねん、俺、マジで。モンキーターンは好きやけど。モンキーターン5はちょっと打ってみたいと思ってます。生姜と藤井先生、どっちがすごいって。どっちもすごい。久保くんもって。久保くんは、すごい。もう全員すごい。やっぱり。そういうとこに出てる世界で輝く人たちは、全員すごい。みんなすごい。俺もすごい。そして、全員すごい。俺すごいっていうとこに行き着きたい。ワイもすごい。すごいよ。お前らもすごい。そして、負けがすごい。ああ、すごいって。もう、ほんと。優しい世界をみんなで幸せになろうって。なって。そうって。みんなで幸せになろうよって。15万負けぐらい。もう、それじゃ、期間負けとんじゃないかな。俺20万ぐらい負けとんじゃないん、これ。普通に。そんな気がするんですけどって。最後に買ったんとかもう相当前やで。あざす。で、競馬も全敗やろ？もうこれ、どうしたらええん。20万あったら何が買えるって。でも考えてみてほしい。20万その前に買ってんだわ、俺。だけど、どっこいっていうことで一つって。バンデロンはマジで許さんけん。ナイス強を叩き潰すけん。俺がフル装備で行ったらあんなやつ余裕やったんじゃ。ただ、マッパで行ったけん負けただけで、あいつは絶対ぶっ殺すけん。秋華賞で取り戻そう。秋華賞取り戻すよ。リバティアイランドさんで。9月28日に3万2000円買ってから、今月は競馬含めて18万8000円負け。有馬が楽しみ。いやー、秋華賞は俺楽しみやで、マジで。絶対もう、生姜を信じとるけん。リバティアイランドさん、調教も相当ええらしいけん。これも間違いないでしょうって。ということは、あとは相手を探すだけの簡単な作業なんですわ。アーモンドアイさんに勝つかもな。秋華賞を当てましょうって。1.1レベルよ。1.4ぐらいじゃない？多分。ハーパーもええと思う。もう相手探すんなら、ハーパー、ドゥーラー、新緑か。これだって。新緑かよ。俺は新緑化を応援しますって。ええ線いっとるやろ。新緑化はマジである。ええ名前やん。名前が好きなんだわ、俺、新緑化。すごい、緑がいっぱい増えそう。綺麗な。まあ、今月マイナス120K で来月の軍資金なくなりそうですって。いや、通らんから、お前は。何言ってんのって。俺もねえっつうの。
そこでないない言ってもしゃあないけん、あのちゃんと銀行のカードとかペイペイとか用意しとくようにって。俺だって苦しいんやけん、お前一緒やぞ、はっきり言って。バード精神以外はもう崩れとるけん。っていうかもう言ってダミータヌーダンのあのバトルあるんやけど、俺もうシンフォギア回らんけん、どこ行っても。俺あんまり押さんのよ。やめん、シンフォギア。オキドキゴールドの修行せん、俺と。俺が教える。オキドキゴールド合宿に変えん。プロレスって。やだって。マジでやっとけって。絶対回らんけんの。じゃあ、配達場飲むなよ。ずんだけ回らんかってもやれよ。俺もやるけど。本当に回らんぞ、どこ行っても。もう俺も一番ええとこは提供するけど、それで席立ったらもうバッタやで。ギャンチューの集まりって。かぐや様とか。俺なんぼやったかな、あれ。あんな。1300余り、900余り、500余りっていう台があったんよ。で、俺は500余りに行ったんよ。で、そのな、あれなんぼど502回転の台座って537回転で当てたんよ俺。だけど35回転やろ、これなんぼかかったと思う俺。35回転回すんに3000円な。こけ、それはひどすぎるやろさすがに。12やぞ、12。向こういいやろ、こんなん。よう売ったな、俺って思ったわ。でもな、なんか先バレみたいなのが来たんよ、ピーンって。で、かぐや様の脳内裁判みたいなのが始まって、私はあって、弁護士が、何やったかな。なんか緑保留みたいなのを提出して、で、検察側が赤保留を提示しますって。で、なんか裁判長みたいなやつが、じゃあ間を取って赤カットインでどうでしょうって言われて、あ、脳内裁判よ。で、選べって言われたけど、こんなん赤保留選ぶやろってピッて選んで、何のリーチってやってかな。よくわからんけど、なんか当たったんや。マジでやりたかった。ドーンだよ。開けたかった。解放する見たかったわ。近代でそんだけ閉めるもんやる気なくなる。やる気なくなるよ。1300ハマるよりやつとか、むごかったで。え、こんな釘でよう、こんなに回せますねって。見せんかいって。じゃあ、一つだけ見したるわ。俺が本当に当てたっていう証拠を。ドーンだよーって。ファミスタがなー、ほんとちょい頑張ってほしかったですわ。ファミスタは何も当たらんかったわ。ドーンドーンドーンだよーって。被告人って。俺の悲しみの顔が映っとったけんな、最後。真っ暗な画面で。ほんと。すごいわ、こんなん。300って、300玉ってて。いやー、いかんやろ、300玉は。さすがに、むごいやろ。つらい。つらい。相当つらい。
しかも全然これなんかあれせんし、なんでなんこれ、なんでこんな重い。ちょ、X がそうと思うんやけど、ポストできない。使えんポストやで、ほんと。ちゃんとポストって言ってるの偉い。まあ、俺、ツイッター民じゃないけん。始めたんが遅すぎたけん、ツイッターとかに愛着ないし。X とか言うし、もっと重い。もうなんなんこれ、どうして。インスタって言ってたし、おくれん。こんばんは。俺のせい、これ地域のせい。一回消せ。しこれだって。ポストする。お、いったいった、早かった。見せろやって、悲しいじゃろって。こんなん無語いわ。せっかく楽しめる思ったのに、エヴァみたいなあれやったやろ。160回転で99分の1やったやろ。やりたかった、ドーンだよ。ドーンだよじゃねえわ。ヨーヨーって、リーチだよって。クソね、ほんと。エヴァゴッド歌んのって。エヴァゴッドとか知っとん、あれ。あれやばいんやで。あれ売ったらやばいんやで。天井行ってチャンスゾーンだけなんぞ。あれ打つんはマジでやばいと思うよ、俺。あれ打つんやったら、それこそ、ハーデスでも打った方がええんじゃない。終了画面めっちゃ笑顔。ああ、ざす。天井何ゲーム？天井1500、1000やけん。最高3500らしい。最初は1500なの。で、その1500でスルーしたら、次1000になるらしくて、で、3回天井行ったら、絶対入るらしいんで、最高天井が3500っていう意味のわからん半日を我々に潰せとっていう台らしい。史上稀に見るクソ台って。天井3500、貫きはない！誰がやるんだ、そんなん。マイフォア設定入ってる。歴史的な台な。まあ、もともとやらんしな。ファミスタよ、それより。もっと。でもな、俺、この、かぐや様売った店行ったら、前日ファミスタ4000枚出とったんやけど。じゃあ今日なんか出るわけないよねって思いつつ売ってしまった俺は、もうダメかもしれん。設定6だと600の仮天井だとるらしい。はい、当たります、1000枚出ます、終わります、600はめます、1000枚出ますっていう青鬼方式になるらしいよ、あのエヴァ6は。やけんプロにはありがたいんじゃないかな。まあ、それの何が面白いんだっていう話になってきますけどね。Y 的には。1日拘束される。で、600は絶対はめないかんって。
もうそんなん誰がやるんど。あの下おもろいんて。おもろいよ。見えてる時代は。でも増えるだけマシやで。そんなブブブのミミズみたいなことにはならんのやけん。刺激あるんて。本番は。いや、ないやろ。そもそもエヴァって時点でもうやる気せんわ。まあ、銀エヴァ打った俺が言うもなんやけど。コンテンツでもねえわって。シードはって。あんなんもう1パチに放って落ちとるけん。笑った。もう何台落ちとったかな。俺のマイホームでも、あれやで。もう1パチにシード2、3台落ちとったで。ああ、やっぱりなっていう感想でしょ。嫌いなコンテンツだから打たないとかはないって。シードおもろいって。シード知っとん。あれ今もう何円か知っとる相場。シードの相場。聞いて驚け。6万円な。店に導入しようとして6万円で買えるらしいぞ。対比で考えたらジャグラーが、100万ですって。80万とか。その点シードはあって。6万円って。家でやったらもっと安いかもって思いますね。ちなみにハーデスは5000円であるって。もっと笑えるじゃろう。サンパイアンって。ダンベルは5万。5万7000。バゴットも13万。はぁーって。シード25台導入したホール、たった1ヶ月で8台に減ってたって。これが、ね、このシンフォギア・ボーの、あれやなって。北九州でもこの扱いであるって。結局、何がいかんって、原作棒を取り入れんれんかったんよな。俺の後輩にシード大好き人間がおるんやけど、それが言おったけんな、もう。あれはもうダメですって。原作を愛が一切感じられませんって。ああ、そうなんて。グピって。へえって。その心はって。なんかリーチがいかんらしいわ。最強リーチみたいなのがなんかおかしいって言おったと。これはここで使うべきじゃないんですよ、みたいな。あーんって。わけわかんねえって。それは知らんけどって。ST もそんな楽しくないしって。あと種が割れすぎってもう言おった。それも。ここぞっていう時になんか割れてほしいんですよみたいな。あんな疑似連みたいなんで割れよって、分かってないですよって。あーって。それもよくわからんしって思ったけど。種割れの音も違うしって。って。はえー、すっごいって。なんで種割れてキュピーンなんだよ。わからん。俺にもそれがよくわからんのよ。まあもう二度と打つこともないじゃろって。あれ打つんやったらユニコーン打つわ。燃え千葉な、入っとんやけどな。なんか打つ気せんのよな、俺。わかる？あの筐体の操作性の悪さ、下皿のあのガツって当たる感じ。嫌いなんよ、あの、ネットの。で敬遠してしまう。やっぱ筐体って大事やなって俺思うわ。
すっごいしっくりこんのよな、打ち寄るときに。あのネットの台って。マイフラワーとかないし、そもそもドラゴン閃光打ちたいんやけどなーって。パチのエイリアン筐体あれも嫌いやし、大体もう眉毛も打つ気せんし、鼻毛打つ気せんし、ガロ打つ気せんし、結局三強にたどり着いてしまうんよな、やっぱりパチンコイコールかぐや様はな。ちょっと俺まだちょっとやってみたいなって思ったもん。なんだかんだ先バレ入れて先読みおすすめぐらいにしとったら楽しめるんじゃないの。だいアニメも全部見たし、それなって。なんかな、あの、ラーメンすするステージ知っとる？保留が。あそこでちょっと俺、違う保留見てみたいわ。なんなんこのステージって思いよったけど。だいたい犬がなんか藤原初期を引っ張っていくステージと、そのラーメンステージみたいなもうこう、行き来する感じかな、あれ。よくわからん。あんまり売ってないし。ラーメンしてんの？なんか変なサラリーマンみたいなやつと主婦みたいなやつとハゲた親父がおったかな。ホヨンの人は全然食えない。わかる、相当。スマ戦国乙女がいい意味で5号機っぽくて楽しい。わざすって。パチンコでスイカゲーム出たら打つ。打つ絶対打つわ。果汁出すわ。そして保留でスイカ保留とか来たら多分鉄板じゃろうって。ニコニコしながら見るわ。CR スイカゲームって、もうその時点でおっさんって言ってるんだが、 PA とか P って言ってよ。 P スイカゲームにしてほしいんだが、あのもう変わってるんで一発台って L とかな。ラッシュでスイカが走り出すって。スイカが切れたらもうプレミアやろな。2個できて。3や。3やでって。こんなもん。スイカ2個できたら3千発って。ありか、これ。音楽延々聞くんだろう。ああ、いやいや。もう地獄やわ、そんな。100万ダウンロードって。あれ200何円とかやろ。あれ間違ったんやないん、作者。もうちょい高くてもよかったんちゃうん。まあ200やけん、100万ダウンロードっていうもあるか。いや、でもな、あれ1000円でも果汁出だしたら買ってしまうやつがおるけんな。よかったかもな。2億4000万。安っ、偉いな、ほんと。安さで、100万を狙ったってことか。多分1000円じゃ、そこまで売れんかったってことやろな。薄利多売よ。偉いわい、うまいわい。あの、商売が。買ってしまった。やっぱ安いからこそそこまで行くんだ。これはそういうことよ。あれ1500円とかやったらそれは誰も買わんけん初動で終わるわってことなんやろ。何が当たるかなんてわからんって。うまいこと作るもんやね、ほんと。あと4年で2027ですよって。もうええっちゅうで、2027とか。あんなもう終わったお前コンテンツだろ。しょうがないだけや。
水量も増えるっちゅうねん。ああ、そうっす。から飲みばっかしな、ほんともう嫌なんだが。ガコン。なんか嫌なんよって。いや連日とか辛いって。何飲んでんのって、グレフル、氷結グレフル。マグさんもちょっと言ったけど、当たらない時通常時ゆらゆら揺れてる藤原初期見てると殴りたくなってくるって。よーよーって、疑似だよって。わかる。確かにその通りかもしれんわいって。いやでも俺は意外と打てたな。やっぱアニメの原作愛もあるし、その辺分かってなかったら打てんのじゃないかなって。パチ藤原初期って一発でええかな。でももう回らんす、そもそももう回らんだよ。打つんとかもう辛いわ。一発で入るの半年後、いやもうすぐ入ると思うよ。あんだけ店の扱い悪かったらもう誰も打たんなるけん、誰も打たんイコールで一発で落ちるけん、まあ、すぐ落ちると思うよ俺。あの台一発で汁出る、汁出るっていうかもうあの安い金で演出を見たい俺は。アミタの家具屋様で決まりやって遅延のあまでそこまではできん。実機買おう、いやあれは当分で残念ながらって。切り替えて低レートでもいいと思う。追加タグしなくていい。いやもう真面目に俺はちょっとあのバンデロムさんを倒しに行くんで、今日もよろしくお願いします。ヤンコ大戦争打たない、もうゴッド系はお腹いっぱいですわ。嵐たるまいって、杉田が金欲しさのために主君を打って闘技場で金稼いでこいって言われたところです。杉田は一回破産したもんよ俺のせいで。あいつ2億5000リーフかけたけんで負けたけん俺ら。